周安市は中華人民共和国吉林省を通過市に位置する研究市。周安市は吉林省南東部、長白山南麓に位置する。東南は王緑港を隔てて北朝鮮と北は通過県通過市及び白山市と南西は両寧省関電系及び関飛都市県と接す。台朝鮮三大辺境口岩の一つで、対岸は万浦市。 1937年に建設された、中安王緑港国境鉄道大橋がかかっている。森林が全市総面積の3分の2を占め、朝鮮人参、日本自家等の多彩など植物を特産とする。年平均気温摂氏6度、降水量900ミリメートル。中朝国境をなす川の王緑港がここを流れ、中朝共有の運行と、 水豊かの二つの大型水力発電所が建設されている。全館の部庭により、元都軍の管轄とされた。三年には高栗は宮は、都の城を五条山城から、周安市内の国内城へ、千と、209年にはさらに付近の岩都山城へ、千とし、427年に、平壌に、千とするまでの424年間コの宮古の、都城が設置され、 当時の遺跡が現在でも多く残されている。高栗が滅亡すると当庁は、貨物州と特府を設置、その後は、墓会領、金、元の統治を受けた。新代になると長白山は、流脈とされ、金放置とされ、周安地区への立ち入りが制限された。新末になると、次第に開発が進められ1902年に周安県が、 設置され、1965年に、周安県と改名、1988年には、研究史に昇格し、周安市と改称されて、現在に至る。その豊富な歴史遺産により、1994年に、国家歴史文化名場に指定されている。四海道、旧鎮、一郷一民族郷を管轄、G303 国道周安のインフラ、梅周線。 ありがとうございます。